えー、次に尖閣層ですね、えー。これは起源がバラか、緊密域の乾燥地上部。精味が苦、重、ここですね。えー、と兵この重っていうのは骨折じゃないですけど、骨折とか、あとは引き締めるとか、えー、そのような作用があります。がが肺、肝、肥で行動が えー、修練、止血、滑血、吐血、えー、鼻出血、血尿、血便、暴露となっております修練、止血の目的で使用する場合同じこの止血といっても修練、えー、ですからこれは外側から内側へ働く引き締めるそういうイメージですそして止血をしていく。 1、えー、一つ目が、隠、え、居、ー、内熱により出血、これに基板鏡と尖閣層、もしくは、えー、除定子と関連層、これで西端になります、西端プラス関連層、そのような使い方をします。えー、と年齢が、年がある程度いった方の、えー、血単なんかにも、えー、良いようです。あと2つ目が歯茎の出血ですね。 これに対しても、尖閣層は使用できます。石膏プラス、えー、尖閣層、このような使い方もできます。3つ目が、血尿。えー、貯ートプラス尖閣層。4つ目が、えー、暴露。これは女性の経血ですね。血熱の場合に雲んを使います。その時に、この尖閣層をプラスする。もしくは、巨漢。この時にえー 吸気境外とプラス尖閣層、そこに環境、これを一つ加えるとまた良いようです。同じ止血する漢方薬として酸質もあります。尖閣層と酸質の違い、これもちょっとまとめてみました。まず、尖閣層、これを止血で使う時、えー、とき、大きな目標は棄居ですね。 棘梗症による出血これに尖閣痛が良いようです同じ止血でも修練止血引き締めるもしくは外から内側に力を働かせながら止血をしていくで、えー、37は白血止血となっていますでポイントとして、えー、ここですね、えー、幅広い止血として使用可能、えー、巨症に適する ですから体が弱っている方、そして気の凍結作用、そこがう,うまくいってない方、弱い方、そういう方で出血している、気虚のさ方ですね、そういう時の滑、えー、血、吐血、えー、鼻出血、血尿、血便、えー、暴,露暴露、このような時に使います。で、3、7というのは、まあ、もう幅広く使用できます。 けつや痛みを伴う止血に適する、えー、人体外、各種の出血症、打撲、損傷お、お体ですね、あと腫れや痛み、このようなものに使用します。